はようございます。9月9日水曜日の東京インフォメーションです。東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止として新たに3413億円の補正予算案を都議会に提出すると発表しました。感染拡大防止、そして中小企業、都民生活のセーフティーネット、これらの対策を強化していくというそのために、昨日ですが総額で3413億円に上ります補正予算案を公表をいたしました。総額3413億円の補正予算案の内訳は高齢者などに対するインフルエンザ定期予防接種への特別補助などを新たに加えた新型コロナウイルス感染拡大を阻止する対策に882億円を計上、中小企業制度融資の融資目標額の引き上げなど経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化充実に1740億円を計上、感染拡大防止徹底宣言ステッカーの実効性確保に関する取り組みなど感染症防止と経済社会活動との両立を図る取り組みに87億円を計上、新たに都立学校における ICT 環境整備などを加えた社会構造の変革を促し直面する危機を乗り越える取り組みに2億円を計上しています。この補正予算案は18日に開会する第3回都議会定例会に提出され審議されます。東京都は新型コロナウイルス関連の人員体制の強化策として任期付きの職員採用を行うと発表しました。都は今新型コロナウイルス感染症対策へ人員を集中させております。そのことによって結果としてさまざまな職場で一人一人の業務量が増加をしているということが生じているわけで、引き続き安定的な人員体制の確保としてそのために任期付きの職員を採用するというお知らせであります。今回の任期付き都の職員採用について採用予定人数は200人、任用期間は来年1月1日から再来年2022年3月31日までで、主な職務は各局の一般事務などです。募集期間は今月29日火曜日まで、受験資格は1998年4月1日以前に生まれた人です。選考方法は適性検査およびウェブによる面接が行われます。東京都職員採用のホームページにある申し込みフォームからお申し込みください。おととい都立上野公園内に上野トイレミュージアムが完成しました。これは建築、陶芸、デザインなどを専攻する東京芸術大学の学生たちが得意分野を生かして創作したトイレです。トイレの個室内の壁には1頭の動物とその生息環境が表現されていて、タイルからは消化の形、手すりからは食物の感触、流水音からは息遣いが伝わるということです。学生たちは用を足す前と後で何かが変わったと感じるトイレミュージアムであることを願っているということです。多摩動物公園では新型コロナウイルス感染拡大防止策として予約券、整理券予約システムを導入して入場制限を行うと発表しました。入場制限を行うのは今月19日土曜日から11月29日日曜日までの土日祝日で、入園者数は1日につき先着5000人です。入園時間は開園時間以降45分ごとに分かれていて、申し込みをする際に選びます。午後2時半以降に入園する場合は整理券予約は必要ありません。インターネットまたは電話でお申し込みください。スマートフォンやタブレット端末で申し込みをした場合は画面に表示された QR コードがそのまま整理券になります。整理券の申し込み初回は今月12日土曜日午前9時からです。今月19日土曜日、20日日曜日、さらに21日月曜日の祝日と22日火曜日の祝日分の整理券が対象となります。以降の申し込み日など詳しくはホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。